全部この小ステンで書き上げられるはずなんですよね。で、ビューンと行くかどうか。で、奥の方の建物だけはちょっと違う前提になってるっぽい。ここはどうでしょう。まあ悪くない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 。この小ステンでファイナルアンサーでしょうか。ね。さあ、いきなり小ステンを何もかもバッとここに決め打ちというふうにやっちゃうと、なかなかその後でね、書けないものも増えてきますので、ね。自分が書いている形は、どこに小ステンが取れるのか、シビアな小ステンのすり合わせが大事です。ね。よいしょ。こんな感じかな。悪くない。ですよね。よいしょ。こんな感じかな。で、この背景に関して、まあ、この写真に関して、上向きに何やらパースみたいなものはあんまついてないですよね。上向きに対して、上向きに斜めになってる感じの様子はないです。あんまりね。ね。なので、もうこれは二点透視で描けそうな構図です。ね。二点透視っていうのは縦のラインが直線で、で、一つの小線ともう一個の小線に向かっていくという形。もう一個の小線とは、ね、もう一個の小線っていうのは、このね、奥に方に向かっていく。これね、奥の方に向かっていく。これパースの願望です。ね。で、ここら辺にもパースの願望ってやつがあります。こんな感じかな。ね。で、ここも斜めになってます。まあ、ここね。ここだったり、ここだったりですよ。ね。で、そこら辺もちょっとパースの願望を辿ってみます。こんな感じでいけそうかな。ね。で、その先には交わる点が欲しいんですね。一つの小ステン。この小ステンであれば、まあ悪くない感じでいけそうかな。ね。で、これ二つの小ステンはアイレベルというもので、まあ結ばれるって言ったら変なんですけども、この小ステンはアイレベル上にあってほしいんですね。なので、二つね、これ小ステンがアイレベル上にあるという感じになってほしいんですが、ただこのアイレベルってやつは、できればね、普通に写真を撮ってます。普通に写真を撮ってるこの構図はアイレベルが水平になってるはずなんですね。よほどルーズに撮らなければ。ね。なので、まあアイレベルは水平になってほしいんですが、若干ちょっと斜めってますよね。なので、すり合わせをしないといけないのかな。そうだな。じゃあこっちもちょっとだけ小線下げちゃおうね。でこっちの方もよいしょよいしょね、こんな感じかな。よいしょよいしょ、こんな感じかな。でこの小線であればどうでしょうか。まあ言うほど形は悪くないかな。ここらの小線であれば、おお悪くない感じでしょうかね。でここに小線取ってあげると、こちらとの小線アイレベルも比較的水平を保てそうですよね。さあといったところで、まあすべてのなんでしょうラインね、すべての自分が描きたいと思っているこのラインと、これもうね、直談判してきましたね。一つの小線をどこからか勝手にバーンと決めちゃうのが怖いんです。いろんなすり合わせをした上でこの二つの小線を決めていく。そうするとこの後描いていくこの背景が、まあ比較的自分が描きたいというものね、描きたいと思っているこの形、手綱を取っていくことができますね。さあ、じゃあこの二つの小線を使ってここに背景を考えていきたいと思いますね。で、なんとなくこの小線で描けそうだな。で、なんとなくこっちの方の小線でも描けそうだな。それが明確に見えてきました。ね、悪くないですよ。ね。さあ、ではこれ背景描いていきたいと思いますが、まあ、どこから描かないといけないかという決まりは、まあ、比較的ないと僕は思ってますが、まあ、ただ、やっぱりこの絵の中で自分がどこを描きたいんだろうか。まあ、そんなところを少しこうね、しっかりと定めていきたい。ね。まあ、描くべきものは決まってますからね。なので、建物の、なんとなくこの感覚、描けるかな？ちょっと考えていきますね。で、これ見てほしいんですけども、2階の方は1階部分よりも手前の方に出っ張っていますよ。ね、その情報を意識しながら出っ張ってるな。で、奥の方まで、ここら辺までじゃあ引っ込まそうか。これまあ、引っ込んでいます。で、ここまでですよ。ね、そんな、ちょっとね、積み木みたいな形も意識しながら、ここまで建物だな。ね。さあ、で、ここまで建物だな。建物ですね。よいしょ。ね、ここはこんな感じかな。はい。ね。さあ、で、これ、そうですね。なんとなくこの、ね、形が大まかではありますが、取れてきましたね。そうだな。じゃあ、これ、せっかくだから、この窓も書いちゃいましょう。1、2、3、4、5、6、7。まあ、7等分は、まあ、若干厄介ですからね。なので、ここまで、
までが6等分であれば、まあ6等分かけたくないかな。ね。まあちょっとごまかし気味。実際ここも、仕事であればしっかりとね、7等分してもいいと思いますが、ね。まあ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 、ちょっとごまかし気味ではありますが、ここまでを6個に分けてみたい。6等分してみたいですね。よいしょ。さあ、これで奥の方に6等分が出来上がってきました。いらない線消しちゃいましょう。よいしょ、よいしょ、いらない。いらない。さあ、ね。で、まあこれ、奥の方に6個並ぶことができた。並べることができたわけなんですけども、縦にも、1、2、3、4、4個並べないといけないんですね。ね。まあいろんなやり方やってみてもいいかなと思いますが、ね。よいしょ、これで、よっぴょー。ね。で、少しだけちょっとここ、形が変わっちゃうんですけども、まあまあまあ、さっきのね、奥の方に 6つ並べるために引っ張った線だったんで、ここはまあ若干変わってもそんなにネガティブじゃないかなという感じでしょうか。よいしょ。よいしょ、よいしょ。ね、髪の近くまで頭を近づけられないって、これ結構この無理な姿勢なんですね。まあ、動画って大変ですよね、ほんとね。よいしょ。ツイッターでね、どんな動画が見たいですかっていうのでリクエストをね募ったんですね。で、まあいつも僕はなるべく面白くてなんかこうねふわっとした感じの動画をと思って作ってたんですけども、意外に皆さんこうガチのサッカー動画が見たいという方も多かったのでね、今回そのリクエストも含めてですね、ちょっとガチ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 の普通に背景描いてるよとね、まあ見る人が見たらあんまり面白くないなんだよこれわざわざなんか動画で見るほどの娯楽かみたいな感じになっちゃう方もいるかもしれませんがね、すいませんね。さあ、まあたまにはね、こんな真面目なのも大事でしょ。よいしょ、真面目な動画、まあ真面目な動画っていう時点で不真面目さを漂いますけどもね。さあ、でまあ実際ここはね、1、2、3、4、5、6、7、まあ感覚値悪くはない感じになってるかなね。もちろんこの辺を適当にやりすぎちゃってダメですからね。ね、うまくいかないなっていうのであれば、ちゃんとここはしっかりとね、分割をするのをおすすめしますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12で。まあ、まあ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 。12分割とて大変なんですよ。12分割をするとしたら、3分割をまず作って、そこを4分割するなんて手はありかもしれませんね。3分割って言うと、まずはこれ。ね。詳しく知りたい方は初級コース DVD オーバーご購入ください。で、奥の方も割っちゃいましょうか。よいしょ。ね。さあ。ではではではね。で、まあなんとなくこの手前の方のここら辺のね、書いていったんですよ。ね。今度は、じゃあ、ここにある椅子とか、ここら辺の柵とか書いていきましょうか。ね。さあ、で、ここに椅子書いちゃいます。椅子は、ちょうど手前の1、2、3、4、5、6、6個分ですね。で、手前から1、2、3、4、5、6、6個分。もうちょっと奥。ここまで入れちゃう？うん。じゃあ、そこまで入れちゃいましょうか。まあ、大体数合わせて書いてますからね。なんとなくそこら辺の比率なども合わせてあげられるといいかなという感じではありますが。そうすると悪くないですかね。ちょうどドアのあたり。まあ、まあ、悪くないでしょう。じゃあ、これぐらいにしとこう。さあ、で、この椅子っぽいやつはですね、木材ですよね。木材。角材を3個積み上げられてるっぽいですので、ね、3本分の角材をちょっとイメージして書いてみたいと思いますね。こんな感じかな。こんな感じでしょうかね。さあ、よいしょ。よっこらしょ。こんな感じでしょうか。よっこらしょ。映ってない疑惑？ここら辺ね。はい。さあ、ね、よっこらしょ。よっこらしょ。
ね。さあ、これは何本ですか、木が。わかりにくいけど、2本ぐらいですかね。なので、奥の方には木が2本。奥の方には木が2本。木が2本。ね。しかも、バンドでガチガチガチと固められてます。ね、ここら辺にバンド1本で、奥の方にバンドが1本で、真ん中付近にバンドが1本。いや、ちゃんとこれ分割した方がいいと思いますよ。ね、まあ、ただ、なんでしょうね、感覚でやるときにも、ある程度分割する感覚を時間があるときしっかりとやっていられると、パッと、時間がないとき、パッと書いたときにもその感覚が出てきやすくなります。ね。なので、まあ、適当にやるとか、ね、まあ、ここら辺じゃあ無視しちゃえばいいとか、まあ、そういう簡単な話ではないんですけどね。ただ、慣れていくと、まあ、時短を測るために、まあ、そういったところで若干ね、ちょっと省き気味で考えていくのもありです。クオリティを上げていくのが分割の作業ではあるんですけども、スピードを上げていくためには、まあ、そのクオリティを高めた上で、ね、ある程度分割に慣れた上で、今度は分割をせずに書くっていうのもまたスピードの方法です。ただ、適当にやるともちろんクオリティは低くなっちゃいますので、ね、クオリティ高く、スピードも速くする。それが分割に慣れていくということなんだと思っています。ね、分割をせずに書いても分割したぐらい正確に書けるのが理想ってことですよね。まあ、ハードの高い話なんだと思いますけどね。さあ、で、手前の方にある柵みたいなの書いちゃいますね。サクサクサクっと。ね、で、ここら辺までかな。よいしょ、柵です。柵です。ね、下の方ちょっと出っ張ってまして。で、ここら辺かな。よっこらしょ。ね、柵です。柵です。で、この柵は奥の方には2個分。柵です。柵です。ね、奥の方には2個分です。ごめんなさい。たまに見えてないかもしれませんね。申し訳ないです。ちょっと下すぎちゃってね。さあ、で、ここちょっと出っ張ってるんですね。出っ張ってて、まあ、少し、これ、ね、ちょっと高くなってるんですね、こうね。持ち上がってるってことですかね。さあ、で、このまま、ビンビンビンと奥の方に向かって、この高さのままで行きましょう。どこら辺まで？ちょうどこの椅子の先ぐらいまで。これにしておきましょうか。椅子の先ぐらいまで。ね。で、これ先ほどお話ししましたが、3つ分です。3個分に分けたいと思います。よいしょ。これが2分割。で、3分割するときのコツとしては、2分割あまり濃く書かないってことです。ね、初級講座の DVD の中でも、ここら辺の分割のコツみたいな話してます。ね。で、DVD の中では、これ、写真を見ながら書くではなくて、創作。皆さんからリクエストを受けまして、皆さんから受けたリクエストを元にして、僕はもう全く何もないところから、しかもですね、あんまりよく実際やっちゃいけないんですが、資料なしで、ね、皆さんの要望をですね、聞き入れまして、資料なしで書いていくという余興。まあ、お遊びな背景を、動画の中に入れてます。まあ、もちろんお遊びではあるんですけども、よりね、しっかりとした背景にするために、いろいろと工夫しておりますのでね。なので、まあ、実際、そんなね、要望をじゃあどうやって書いていくんだろう。しかも、何もないところから、何をやって、ね、何を意識しながら背景を書き進めていくんだろう。そういったところも、いろいろと刺激になると思いますのでね。初級講座の DVD の中にある、作画、余興作画の、ね、DVD も入ってますので、まあ、そういったところちょっとね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。